ミッドフィールダー背番号20、山田直之。ディフェンダー背番号19、田中智弘。ミッドフィールダー背番号6、藤山智文。ミッドフィールダー背番号9、中村亮太。ミッドフィールダー背番号10、古田博之。ミッドフィールダー背番号15、江口直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 。ミッドフィールダー背番号
ピアノボイスされたらドラクエで曲作ってるとか。
しファンサポーターの皆様、お待たせいたしました。藤色を身にまとう選手たち、我らが藤枝の吉メンバーをご紹介いたします。ゴールキーパー背番号30、速い反応藤枝の壁、攻撃的ゴールキーパー杉本のタッチが、はい、ディレクター背番号17、マンチューマンに自信あり、圧倒的身体能力新たに深夜、はい、ディレクター背番号15、サッカー IQ がリズムを作る守備の司令塔ヤブユージ、はい、ディレクター背番号4、脅威を与えるビルドアップ、勝負に強い男秋山隆、ミッドフィールダー背番号14、ピケの速さがストリングポイント、ニックネームは5名滝野拓也、はい、ミッドフィールダー背番号7、正確無比なサイドチェンジ、パスのスペシャリスト水野大輔、はい、ミッドフィールダー背番号23、アテネの突破は藤枝のクイッキー、フィジカルモンスター小牧正信、はい、ミッドフィールダー背番号5、コーチングがチームを救う、頼れるキャプテン浅田大輝、はい、フォワード背番号13、進出見事な天才プレー、予測不能大竹龍斗、はい、フォワード背番号9、多彩なポストプレイヤー、ターゲットマン谷口健三、はい、フォワード背番号8、勝利を招くゴールへの嗅覚、ゴールハンター岩渕亮太、続いてリザーブのメンバーです。ゴールキーパー背番号1、川田修平、はい、ディレクター背番号22、斉藤雄星、はい、ディフェンダー背番号27、関光弘、はい、ディフェンダー背番号33、キム・ソンギ、はい、ミッドフィールダー背番号19、越智亮介、フォワード背番号28、遠藤純喜、はい、フォワード背番号29、渡辺亮太、はい、キャットがもちろん頼れる指揮官大石篤人、はい、そして最後は背番号12、誰よりもチームを支える藤色の魂、藤色の吉井サポーター、はい、なお本日の審判はマンチコミッショナー小原浩二、審判アセッサー武田進、主審上原直人、副審角陽平、副審住田博之、第4の審判北澤道明、以上両チーム選手、マンチコミッショナー、審判のご紹介でした。まあ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 、俺
き放てばいつけLa la 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 la
もういない。それではここで本日のボールパーソン短歌隊のご紹介です。本日のボールパーソンおよび短歌隊は藤枝北高校サッカー部の皆さんです。よろしくお願いいたします。持ってます。持ってない。何枚取ってたか。3人。ピッチ内ウォーミングアップを終了してください。3人が8本だよ。8本、うん、6本しかないですあ、6本だっけ。自分のトラメガ用に6本買ってたんだけど、マジちょうだいちょうだいちょうだい。同じやつじゃん、しかもエボルタだろ。真似しないでください。それ何、そんな入るの。6本。どれくらい持ってた。まあ1年だね。毎試合使って1年だね。それではここで J リーグオフィシャルパートナー並びに藤枝前 FC 女子ルクネ前 FC にご協賛ご支援をいただいておりますパートナー様、サプライヤー様をご紹介いたします。2018シーズン25周年を迎える J リーグトップパートナーキャノン、キャノンマーケティングジャパン、アイリム、明治安田生命、ルートインホテルズ、イオン、 EA スポーツ、タグホイヤー、マスターカード、ドコモ、コナン、J リーグ100年構想パートナーは朝日新聞社、J リーグオフィシャルエクイプメントパートナーはアディダスジャパン、ボルテ、J リーグオフィシャルブロードキャスティングパートナーはダゾーン、スポーツ振興パートナーはスポーツくじ、ドコモ、J リーグオフィシャルチケッティングパートナーはスポーツ、失礼しました。J リーグオフィシャルチケッティングパートナーはピア、 J リーグオフィシャル EC プラットフォームパートナーは楽天、 J リーグオフィシャルテクノロジーパートナーは NTT グループ、そして J リーグタイトルパートナーは明治安田生命様。